アップシュタットはドイツビュルテンベルク州ハイルブロン郡の町村でシュトットガルト大都市圏の周焉部に属す。アップシュタットはハイルブロン郡南部のシューツァハ川沿いに位置する。ハイルブロンへは北西 20km の距離である。アップシュタットに隣接する市町村は西から時計回りにイルスフェルト、ウンターグルッペンバッハ、ラウフェンアムネッカー及びバイルシュタインである。 アプシタットは、バイルシュタイン、イルスフェルト、ウンターグルッペンバッハと共に、イルス方面に本部を置く、自治体行政連合、シューツァ・ハボット・バール・タールを形成している。アプシタットは、アプシタット、ハッペンバッハ、およびビルデック城を含む方園道への各地区からなる。アプシタットは、1293年に、初めて文献上の記録が残されている。 1490年にこの村は、ルートビヒ・ホンバイエルン・プファルツに売却された。ルートビヒは、プファルツ選定校、フリードリヒ一世勝利校の息子で、1488年に、レーベンシュタイン家の所領を相続していた。1510年、アプシュタットは、ビュルテンベルク領となった。ハッペンバッハと、ホエンローへの村は、18世紀にはすでに、アプシュタットの管轄下にあった。 アプシュタットは、ホーエンドーへ、ビルデック及び、ハッペンバッハと共に1806年の時点では、接収量とされた。アプシュタットは、1810年に、ホーエンドーへ、ビルデックと共に、オーバーアムとベジヒハイムに編入されたが、ハッペンバッハは、オーバーアムとハイルブロンに属した。1842年には、アプシュタット、ホーエンドーへ、 ビルデックもオーバーアームとハイルブロンに移管され、1938年にハイルブロン軍の所属となった。第二次世界大戦まで、この町は農業が主体の町であったが、その後、ハイルブロンのベッドタウンとなった。町役場、アプシュタットの議会は14議席からなり、これに議長を務める主張が加わる。図柄、左右に分割。向かって、左は赤字に、 左曲がりの金の死郷図へ。向かって、右は金字に赤いライオン。街の旗は赤から白。レーベンシュタイン博の所領であった。この街の印象には、1628年からレーベンシュタインの印象が使われていた。それは四方の山の上に王冠をつけたライオンが立つ、ものであった。ライオンははじめ右向きだったが、 1697と1768年には左向きに向きを変えたものが現れた。20世紀の初めまでアプシュタットの村長の印象には左向きのライオンが使われていた。町は1907年のビュルテンベルク文書局からの新しい文章に関する提言を受け入れた。古い印象の歴史を知らなかった文書局は現在の文章を提案した。市教図へは 地元ではアプツシタットとも称した町の名前を暗示する。ライオンはレーベンシュタイン白霊の伝統的なデザインである。名前を象徴する司教杖は一旦アプシュタットから拒絶された。文書局が第2案として提示したのはビュルテンベルクを表す鹿の角であった。町は1907年11月21日に最初の案を採択した。 旗は1980年にハイルブロン軍の地方局の認可を得た。ビルデック城、八ペンバッハ地区の現在の町民会館は古い学校が改造し近代的な増築が施されたものである。キューパン焼き小屋とかつてのミルク集荷場はかつての村のインフラストラクチャとして建設された。地区の中心部にはこの他に泉のあるドルフ広場がある。アップシュタットは ビュルテンベルクワインの3地区分で、ビュルテンベルク・ウンターラント地方、ショツァハタール大地区に属すワイン町である。アップシュタットは、アウトバーン A81 号線沿い、イルスフェルトインターチェンジとハイルブロン、ウンターグルペンバッハインターチェンジの間に位置している。アップシュタットのボッシュ社2004年から2350人が勤務するロバート・ボッシュ GMBH の開発センターが、 アップシュタットに置かれた。また、ボッシュの子会社である、ボッシュエンジニアリング GMBH もこの町にある。アップシュタットは SAPAG グループに属す SAP システムハウススティーブ・アンウィンデングス・システム GMBH の本拠地でもある。スティーブは SAP 参加の中小企業を統括している。国際的に有名なレコードレーベルマサカーレコードもアップシュタットに拠点を置いている。 アップシュタットでの出来事は日韓紙ハイレブロナーシティンの南東部版に掲載される。ビルデック城周辺はバインスベルクブドウ及び果樹栽培に関する国立、教育、研究機関のエコロジカルなブドウ栽培の農業試験場となっている。ありがとうございます。